おはようございます榎本隆明です今日は繁盛するラーメン屋の話をします、えー、繁盛するラーメン屋のポイントこんな冷やし麺どうですかっていう話をします季節の限定ラーメンってやっぱりお客様にすごい人気あると思うんですけども特にやっぱり夏場はね冷やしのラーメンあるいは冷やしのつけ麺っていうのが人気ですよねまあ、そんな中でもやっぱり冷やしの商品って結構いろいろなアレンジだったりとかかなり面白いアイディアが使えるっていう風に 思うんですよねなので今日はちょっと言葉では説明しづらいので実際にこんな冷やし麺どうでしょうっていうことで動画の説明欄に今日の動画の解説と一緒にちょっと変わった冷やし麺のサンプル写真の URL を貼っておきますのでぜひそちらの写真を見てもらいたいというふうに思いますというわけで今日も一日張り切っていきましょうあなたはできる